大相撲の宮城の部屋に所属する幕内の北西方北西方関、22、本名アリューナーダワー忍児、北海道出身、が部屋の力士に暴力を振るっていたとされる問題で、日本相撲協会は23日に臨時理事会を開き、北西方関と師匠の宮城の親方、38、元横綱白鵬、への懲戒処分を決めた。 北西宝石は事前に出された引退届を受理した上で、引退勧告相当の処分に該当する行為と確認。宮城の親方は監督責任や報告義務違反を問い、委員から序列再開の年寄りへの2階級降格と報酬減額3ヶ月20%の処分を課した。発表によると、北西宝石はおととし7月頃から昨年11月頃にかけ、力士2人に対し、 顔や下半身などを平手打ちしたほか、瞬間接着剤を指に塗ったり、噴射した殺虫剤に火をつけて炎を近づけたりする暴行も加えた。反応を見て面白がっていたことも認められ、卑劣極まりない、などと断じた。宮城の親方は問題を把握しながら教会への報告を怠り、本人へ注意もしなかったと指摘。師匠とししてての素養自覚が大きく欠如している として3月の春場所中は所属する伊勢ヶ浜一門内で師匠を代行する親方を置いて部屋を監督させることを決定した4月以降は当面同一門が部屋を預かり師匠や親方として再教育する措置を検討する宮城の親方は都内の宮城野部屋前で報道陣に対応し応援してくれる人に心配をかけ申し訳ない気持ちだなどと謝罪し北西宝石も 暴力を振るっってしまったことを深く反省していますと頭を下げた。北西宝石はモンゴル生まれの札幌市育ち、2メートル0ほの長身を生かした相撲が持ち味で、昨年秋場所では優勝争いに絡むなど活躍した。